富士さんこんにちは秋からのタイプ別不動産鑑定士最短合格法というガイダンスを始めさせていただきます担当いたしますは歴戦認講署の豊岡と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいじゃあですねガイダンス始めてまいりますでこのねガイダンスねもちろんこのいわゆる収録のガイダンスなんですね しいまして、これご覧になられている皆さんの方におかれましてはね特にコロナの感染はね全然心配することなくご覧いただけるかなと思うんですけどももう一つのねいわゆるあの生のガイダンスっていうのをレックの場合ですね各本校まあ各学校のことを本校って言うんですけどねあの行っているんですけどやっぱ今年ですねコロナの影響もありましてなかなかずっとね生のガイダンスができませんでして。になってやっとですね、徐々に あの生のガイダンスもできるようになりまして先日いくつかあのレッグの本校でその生のガイダンスをやったんですね。でその時にあのまあガイダンスにまあ本当にねこのコロナの中ねあの来てくださった方が何人もいらっしゃいまして本当にねありがとうございました。でその時ですねもう人数が少ないってことでもうねあのガイダンスの一応タイトルあるんですけどねもうそれはそっちのわけでねもうとにかくもうねあの もう音って形ですねでその時に真っ先に私がですねその受講生さんからあの受けたまあご質問なんですけどもその受講生さん、まあ、男性の方だったんですけど、まあ、ちょっとまあ年齢がいってらっしゃる方だったんですねでその方がですね、まあ、手を挙げまして、ね「私みたいな、ね、年配者でも鑑定士試験を受かったら採用されるんですか?」っていうことをね私の方に聞いてこられたんですね。 で私の方といたしましてはですねもう,たもうすぐにですねこれ決していい加減なことを言ってるんじゃなくて私も今までそうですねこの鑑定士の受験指導10年ちょっとですね10年以上ですね、まあ、やらせていただいてるんですけどうちからあの鑑定士試験に受かってですねその後就職できなかったという方は一人も見たことも聞いたこともないんですよ。 ですからねそういうねちゃんとした根拠に基づいて大丈夫ですよと申し上げました。ただもちろんそのね採用する側ねいわゆる鑑定会社の方もまあ、ね結局まあ一民間企業ですから当然まいろんな事情もあるね従いましてその鑑定会社によってはね例えば年齢が30歳までっていうねそういう年齢制限しているところもあるんですね。でもそうじゃない限りはですね。 特に年齢でねあの問題になることはありませんから、ね、ぜひあの心配しないで勉強をやってくださいねと申し上げました。であとその後ですねまたいろんなご質問いただいたんですけどもその後ですね、えー、とあの時は「えー、とあそうですねあのこの試験本当に受かるんですか?」って結構ズバッとあのご質問いただいたんですよ。で私もね一瞬ちょっとこうたじろいたんですけどでもその後ですねちょっと気を取り直してね平成をよそってね ちゃんとした勉強をやれば大丈夫ですよ。申し上げました。ね、で、ちゃんとした勉強ね。いわゆる独学じゃなくてね。きちんとやっぱ予備校に通うね。で、しかもきちんとそのね。指導者いわゆる講師ですね。まあ、うちで言えば、あの私たちね。レックの講師の言うことをきちんと聞いていただいてね。言われた通りの勉強を真面目にやれば十分合格できますよ。よっていうことを申し上げました。で、そしたらですね。その方がでも鑑定士試験難しいんですよね。 三大国家資格の一つって言われてますよねとおっしゃったんですよ。で私がね「いや実はその三大国家資格の一つ」ってことの言葉の意味ですねちゃんと理解されてますかって聞いたら「いやもう司法試験公認会計士そして不動産鑑定士3つとも難易度が同じでしょう」ってその方おっしゃった。で私は直ちにですね「違います」申し上げました。違うんですよ その三大国家資格の一つだこれよく言われます不動産鑑定士ですねでもこれは決して司法試験公認会計士不動産鑑定士の三つが同じ難易度の国家試験だという意味じゃないんですよあの正確な意味は法律系の最高法は司法試験会計系の最高法が会計士で不動産系の最高法が不動産鑑定士ですよってことで 各分野の最高峰を示しているそういう言葉なんですね。でもうちょっと言いますと、その時もね、私はお答えしたんですけども、難易度からいけばね、明らかに司法試験公認会計士の方が上ですよ。で、鑑定士はねレベルもうちょっと下がりますよということを申し上げました。そしたらその方ですね、またちょっとあの納得されなかったんで、えでも結構難しいって聞いてますよっておっしゃったんで、さらに続けて私の方でこういうふうにご説明しました。 いわゆるこの試験の難しさっていうのは何によって決まるかというと一つは当然問問題題題のの難難易度でですす出さされる問題の難しさそうですよねであともう一つがその試験を受ける受験生のの集団のレベルなんですよこの相関関係によってその試験の難しさっていうのが決まるんですね。で司法試験公認会計士ともに問題難しいです。範囲も広い 専門性も極めて高いで加えてその試験を受ける受験生のレベルもやっぱ高いんですよもう東大とか京都大学とか一橋とかあと私立でも早稲田慶応ねそういう方たちがもうゴロゴロ受けに来るだから最終的に処方試験公認会計士は難易度が高いそういう結果になるんですね,ねでところがところがですよどういうふうに違うかもちろん難易度問題ですね まず問題の難易度ね決して優しくはないです範囲も結構あるボリュームもあるねだけど司法試験とか公認会計士補ぼではないですなんでかというと最近ですねあの国土交通省が短期合格を、ね、可能とする試験問題の見直しということを発表してて問題できるだけ基本的な問題を出すような傾向に変わってきてるんですよ特に二次です 特に二次試験この後ご覧いただきますけど二次試験の論文式試験においてその傾向が特に顕著なんですよですからね、もちろん専門性は高いしね依然として難しいことは難しいけども処方試験公認会計士ほどではないちょっと下がるんですよね、結構短期間の勉強でも合格答案書けるようなそんなねあの問題に変わってきてるんですよでもう一つが受験生受験生に関してはね、あまりこれ言うと私ちょっとお叱り受けるかもしれませんけどはっきり言ってかなり 下がります。下がるっていうのは特にね、まあこれもね、あのお叱り過去で申し上げますと、そんなに有名大学出てなくても受かる方結構いらっしゃるんですよ。かつて私のこのレックのあの上司だった方もそうだったんですよ。その方は官定修受かったんですけど、大学名聞いた時にね、あそんな大学あるんだと私ちょっとびっくりした記憶が今までもあるんですよ。そんな感じです。ね。だから実そあのそうですね。 もちろんね東大とかって方もいらっしゃるんですよ自分東大に出てますってねそういう方もいらっしゃいますけどそんなな多くないですねだから時々あ自分東大ですって聞くとあって感じになるんですよだから早稲田慶應でもそんなに多くはないむしろあ,あそうですかって感じのね本当になんかこうなんていうんですかねそんなに難しいっていう印象のない大学から受かっている方が結構いらっしゃいますんで。 そうしますと問題のレベルもそれほど司法試験公認会計士ほどは高くはない。で加えて受験生のレベルもそれほど司、ね、法試験公認会計士ほどではない。ってことは最後難易度はどうこういうこと。いいですね。あまりこれ以上言うとちょっとねお叱るくらいかもしれませんけどでもこれが実際本当のこの鑑定試験の実態なんですよ。レベルなんですよ。私ややっっっぱぱりりさっきも言いましたけど10年以上やっぱりね こののの受受験験とやっっててててきていろんな受験生の方方そして合格者の方ずっとねこうつぶさに見てきたその結論がこれなんですよだからさっきのね話戻しますけど三大国家資格の一つだよね,ねそのガイダンスの受講生の方おっしゃったんですけど難易度は違う絶対に違う、ね、もちろん簡単な試験ではないですでこのあと、ね、この試験制度からいろいろね皆さんにもお話をしてまいりたいんですけども攻め方はあるんですよ。ですね。 これをぜひですね、今このガイダンスコーラになっていらっしゃる方の中でね、ちょっと鑑定書も少数とかやってみようかなっていう方はぜひ参考にしてみてください。そういうお話ですね。これ後して参りたいと思います。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。じゃですね、ちょっとこちらね、これうちのパンフレットです。で特にねこのまずこっちのこれ最初ですね。これし一応初学者向けってことでこのパンフレットですね。この青拍子の。 これは初めて鑑定士の勉強をやりますっていう方向けに作ったパンフレットなんですよ。でちょっと開けていきますとね8ページですねもし皆さんの中でねお手元に同じねパンフレットを持ちの方がいらっしゃれば8ページちょっと開けていただきたいんですけどもここにね「不動産鑑定士試験ガイド」っていうのが上がっています。でちょっと大きくいたします。 でご存知の方も、ね、結構いいらっしゃるかなと思います、ね、先日そのね生のガイダンスやった時もねあの参加された方たちね皆さんこのね試験が2段階選抜だったのをご存知だったんですね。これで実際これ2段階選抜です。まず1次、ね、これが担当式試験で,でこれに受かると、ね、続いて右側の2次試験この論文式試験っていうのはこれ進んでいくんですね。でさっきも私ね国土交通省がね最近はね短期合格者出すために基本的な問題を出すようになってきてますよって申し上げたのがこれなんですよ。 二次なんですよ。こっちの方が難易度高いです。ね、その難易度の高い二次の論文式試験の方が最近結構基本的な問題が増えてますんで、ちょっとこういうのもね、あの頭の片隅に整めておいてください。じゃあまず左側からちょっとね見てまいりたいと思います。ちょっと大きくしましょう。で、一ね受験資格これありません。ね、だからあの学歴とか関係ありませんので、どなたでもねあの受験していただけますんで。 で試験地がまあご覧の通りですねまあこれいいでしょう。で科科目目がこれ2科目ですこれれでです卓越式って上がってましてこれマークシートなんですよマークシートです。行政法規っていう科目とあともう一科目はこの鑑定量、ね、2科目卓越式っていってで1問が5択です、ね。皆さんの中で卓研おやりになった方はねあの卓研だと1問が4択でしょ。 鑑定士の、ね、担当式試験は1問5択ってことで1個足が増えますけど同じ、ね、この択一式でマークシートですでそれぞれこれちょっとねなんかね40問ちょっとなんかあんまりこういい波数でもないんですけどねちょっとこういう変わった、ね、問題数です。で配点がそれぞれ100点100点で結局合計の200点満点で合否が決まるんですね。でそうしますとこれ40問で行政法規100点。 でカンテも同じく40問でやっぱり100点ということなんで、実はそれぞれ1問が2.5点なんですよ。2.5点ね。だからこれもちょっと変わってますね。こういう発数が生じるね。で一応2科目で行政法規ってこれ私普段教えてるんですけども、これいわゆる不動産系ですね。不動産系の法律全部で37あるんですよ。でも全部がベターと出るわけじゃありません。 これもね一応このパンフレットにねちょこっと載っけてあるんですねよいしょ12ページですね12ページの方を見ていただきますとよいしょ、ね、これ「宅建士から鑑定士へのステップアップがおすすめです」ってうそういうページなんですけど、ね、皆さんの中でねあのこの宅建ですねおやりになった方はね法令上の制限っていうところでねあの都市計画法だとか建築基準法だとか勉強されたと思うんですけどそれがそのまんま この鑑定士の担当式試験の行政法規で出るんですよこんな感じですね、さっきも言いましたけどこれも四十問出るんですけどこれ問いの一番からずらずらとごめんなさいもうちょっとお教えがいいかいしょ、ね、こんな感じでずらずらと問いの四十番までこんな感じで出るんですよでこの赤字ですね赤字これ宅検でもね、勉強しますねこんだけ被ってくるんですねこれ なんと約55%がね宅建であった勉強の知識で得点できますよこれがいわゆる行政法規です地下工事法だとかね都市計画法だとかあとね建築基準法だとかこういう、ね、不動産系の法律ですこういうのを総称して行政法規って呼んでます行政法規。 これ宅建でもだから、たっけんやった方は、ね、もうそのまんまその知識使っていただければこの行政法規の問題、ね、あの使いますんで問題解くこともできますんで、ね、ちょっと軽く頭の片隅に留めておいてください。で、もう1科目は鑑定論、ね、これを使って鑑定士が、ね、いわゆる鑑定評価っていう業務をやるんですよ。鑑定評価っていうのは土地と建物の値段を算出するんですよ。 計算をするでこれは鑑定士の独占業務です他の人できません鑑定士にしかできないんですよねでその時に使うね道具がこれです鑑定理論という科目なんですよねここであの不動産鑑定評価基準というのを勉強しますこれを使ってね鑑定士が値段を出しますんでねだからこれ非常に大事な科目になってきますでちょっと先取りしてねこれ今 担当式試験の科目2科目ご覧いただいたんですけどこの2科目のうちの1科目が今ねこれ鑑定士が将来ねこれ仕事で使うこの鑑定論ねこれがそうなんだよお話ししました鑑定評価基準ねこれが鑑定論なんだよお話をしましたでこの鑑定論右の2次の論文式試験においても当然ながらこれ問われるんですよ問われる。でまたででやるんですけどね他にも 論文になると、これ科目が入ってきます。論文式試験ね。民法、経済学、会計学、そして鑑定論。ね、四科目、ね。で、科目数からいけば、この鑑定理論というのは四科目のうちの一科目でしかないんだけど。実を言うと、この二次の論文の配点。配点でいくと、なんとこの鑑定理論。半分を占めてるんですよ。実は民法が。百点。経済学も百点。会計学も百点。 で鑑定理論が300点、したがって4科目の合計が600点満点です。600点満点のその半分の300点がこの鑑定理論ってこと。すると戻りますよ。担当式試験にあってもやっぱりこの200点満点のうちの半分の100点が鑑定理論ってことで。ね。だから結局鑑定理論がこの担当式試験においても、さらには右の論文式試験においても、 その配点の半分を占めてるってこと。したがって、これも覚えておいてほしいんですけども。鑑定士試験っていうのはね。言い換えると。この鑑定理論の試験というふうに言っても過言じゃないんですよ。とにかく、この鑑定理論が大事。ね。もう大事なのは当たり前です。ね。さっきも言いましたけど、これを使って鑑定士がね。鑑定評価するわけですから。ね。だから当然。試験にあってもね。そういう比重が大きいと。しっかり勉強しておくよ。 そぐですね。両手ですね。で、ちょっと左に戻りますよ。で、あとこの担当式試験なんですけども、えっ、ー、と試験の記述ですね。で、これね。これ例年ですね。これ通常なんですけど、通常で行きますとね。5月中旬の日曜日ね。もうちょっとあの言いますと、5月の第二日曜日っていうふうに覚えておいてくださいね。だいたい例年、5月の第二日曜日ですね。まあ、今年はちょっとコロナの関係もあってずれましたけどね。 例年でしたら5月の第二日曜日いわゆる母の日ですね。母の日、ね。これが試験日です。担当式試験。で、2科目あるわけですけど、午前中ですね、10時から12時までの2時間、さっきやりましたね、上でね、これ、それぞれ2時間ずつですからね、2時間で行政放棄。その後1時間半の休憩を挟んで、もう1科目の鑑定論、ね、これは2時間で解くということですね。したがって、1日の担当式試験はね、これはもう1日で終わっちゃいます。終わっちゃいます。ねで あと、まあ合格基準ですね。当然これは皆さんね、興味関心終わりかと思いますけど。これ一応ね、国交省がそのホームページですね。で発表しているのがこれなんですよ。総合点でおおむね。七割。を基準とするよってこと、をこれは昔から言ってるんですね。従来から国交省が。発表しています。で、七割だから。ね。これ担当式試験二百点満点ってことなんで。一応ね、これも覚えて,てくださいね。一応140。百四十。百四十取れば。 まず受かるこれ覚えておいてくださいいいですねでさらにもうちょっとここでね掘り下げたお話をしておきます。ね、この140の内訳なんですけども実を言うとねここ3年ほど行政放棄の方が難しいんですよ。難しい。でそれに対してもう1科目の鑑定理論の方が優しいの。優し,いしたがってね これ140一応目標としては7割140が目標なんだけども2021年もですよだけど一応内訳としてはね7070 70ではなくて行政法規を割割と思ってください6割これ目標そうするともう1科目の鑑定論は8割8割で合わせて7割、ね、これを目安にして勉強を進めてくださいよしですねおそらく2021年もね同じような傾向 ね、行政法規が難しい鑑定理論が優しい、ね、こんな形で、ね、あ出てくるはずですから、ね、その場合、ね、な両方とも7割7割ってなかなかか難しいです、ね、ですから、まあ、行政法規はとにかく6割でいいから、ね、それは何とかあの支障する支障する、ね、で理論鑑定理論は取りやすいから頑張って、ね、もうとにかく1問でも多く1点でも多く取る、ね、で合わせて7割140。 これをぜひ目安にしていきたいと思います。覚えといてください。よってですね、こんなとかです。これがね担当式試験。であとね下にねご覧の通りですねこういうまあこれ2019年これ昨年ですけどもね今年ねついえー、っと先日ですねあのこの担当式試験ね2020年これ発表されましてほぼほぼ同じです合格率だいたい30%ちょっとですね。 ですから大体こういうふうにも上がってますけど大体3人に1人がねだからこれだけご覧になるとね例えば皆さんの中でね「達見ね受けたことあるよ」って方いらっしゃると思うんですけど宅見は大体15%から大体 17%18% ぐらいですかね大体あの辺で合格率っていうのは一定してるんですけど宅見の合格率と比べてみてもこの鑑定士の担当式試験の方が 合格率高いですねで大体半分ねぐらいあるわけですよだから単純にねもちろん単純にこの合格率だけを比較することはできませんもちろんね問題の難易度とかいろいろあと受ける受験生のね募集団のレベルとかも当然あるから一概には言えないけどでも単純に数字だけ合格率だけを比較してみるならば宅見よりも受かりやすいねこれは言えますですねであとよいしょこちらですね この辺にも上がってますけども、とにかくね、これまあ一次試験なんですけども、あの <laughs> 受験生が少ないんですよ。これ二千十五年、これ千五百人来ちゃったんですね。で、この時に国交省が慌てて、さっき私が申し上げた短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうことをホームページ上で大々的に発表したんですよ。で、国交省が見直しっていうね言葉を使ったんですよ。これで私これびっくりして。 普通ねあの申し訳ないですけどお役所の方って見直しって言葉は使わないですよね。見直しっていうのは悪いものを直すって意味でしょ。ね、役所のの方ってあんまりそういうういい認めないと思うんですよ、ね、だからちょっとびっくりしたんですけど逆に言うとそれだけ、ね、もうこの2015年ですねもう一次試験の担当式試験においてすらこれ受験生が1,500人来ちゃったさすがにちょっと国交省もねこれ危ないぞ、ね、ちょっとまずいぞと思ったんでしょうね。 ででもその後ですね、国交省がその発表してから徐々に、ねまあ、あの受験者増えてきてますけどそれでも依然として 2000, 2000人いないんですね。で今年も2000年、ね、ここに載ってませんけど今年2020年、まあ、ちょっと今年もねあの同じような感じでちょっと減ってますちょっと少ないんですよ、まあ、コロナの影響ももちろんあったんですけどねでもまあそれを差し引いてもやっぱりねあの2000人も受験者がいない一時ですよ一時試験 <laughs> ちょっと珍しい国家試験ですねこれはねどうでしょうか ね、こういうのをちょっと知っておかれるといいかなと思います。でね先日そのね前も話しましたけどあのレックの本校でね、まあ、生のガイダンスやった時にもお話したんですけど皆さんあの全国で不動産鑑定士って何人ぐらいいるかご存知ですかどうですか一応国交省の、ね、発表では大体8,000人ぐらいって言われてるんですよ8,000名。 あの鑑定士名って言ってでも逆に言うと登録してなかったら鑑定士ありませんので、ね、だからまあ一応とあいわゆるあの登録してまあ鑑定士っていう資格持ってる方っていう意味ですねは一応8,000名8,000名だけど現実その中であの実際にね鑑定評価業務等ですねその鑑定士としての業務やってる方はその半分ぐらいというふうにいわれてるんですよ、ね、ですからとにかく数が少ない、ね。ってことは逆に言うと逆に言うと。 希少価値が高いね。いっぱいこれ鑑定士がいたらなかなかこう割り込んでって仕事をこうね取るってのは難しいでしょ。でも全国で登録している鑑定士でも8000人。そのうち実際に業務を行っている鑑定士がその半分ですよ。であれば当然この資格狙い目だね。すぐですね。しかもこれね、にあの2000人もいない <laughs> 一次試験が2000人もいないっていうね。 どんだけ少ないんだそんな感じですねでちょっと今度右側の2次の論文いきますよよいでこちらねこれ受験資格当然ねたった今左でご覧いただきました一時の担当式試験に受かった方だけです、ね、で受験受験がいきなりこれ減っちゃうんですねこれねこれだけはもうちょっとなんとかねあの受験生の方にね配慮してほしいなそんな気がいたしますで科目はこれもさっきご覧いただきましたけど4科目ですで民法これもさっき言いましたけどね 民法が2問出ます2問出てこれ100点だから1問が50点、ね、2問合わせて100点で経済学もそうです経済学も2問出て合わせて100点ですねで会計学もそうです2問出て合計100点、ね、したがってこの民警会、ね、これ一応便器上教養3科目って呼んでます民警会、ね、この3科目を器上ね 教養三科目っていう言い方で呼ぶんですけど、この教養三科目。ともに二問ずつ出て、それぞれ百点、百点、百点。そういうことです。で、それに対して、これもさっき申し上げましたけど。この鑑定論ですね。鑑定論。これは三百点です。三百点。ね。で。ちょっと日程をね、ご覧いただいて、お話をしたいんですけども。皆さん、この二次のね。この論文式試験なんですけど。三日間あるって知ってました。これ。 日日日日目2日目3日目3日間あるんですよ、ね、でここにも載ってますけど7月下旬から8月上旬の日曜日を含む土日月の連続する3日間ってことなんですけどこれもうちょっと正確に言うとね8月の8月の第日日日曜日を含む同日月ですこれ,これが例年日の論文式試験の,あのこれ日程になってます。 ただもちろん今年ね2020年度はね、まあ、コロナの影響でこれずれ込みましたけどね、まあ、一応例年こういう形だよ、まあ、8月の頭って覚えておいてください。でとにかく同日月なんで3日目が月曜日なんですよ。したがってねあの仕事している方はお休みを取らないと受けられないということで、ね。でこれも今ちょっと知っておいていただきたいのが不動産鑑定士試験なんですけどねあの受験生の多くの方が有職者です。 仕事をお持ちの方ですでうちの受講生さんの中でもねどうですかねやっぱり最近は学生さんがだいぶ増えてはきているんですけどやっぱりお仕事をお持ちの方が8割以上ですかねうんやっぱりいらっしゃる。ということでやっぱり皆さんね一番何に苦慮するかというと勉強時間の年年です年、ね、やっぱり勉強する範囲が広い専門性も高い。 当然理解して覚えるまでにそれなりの時間を要するわけでね。で、しかも今ご覧いただいたようにねこれ試験も。これですね。3日目が平日の月曜日にかかっちゃうんですよね。こういうのもなんかね。できればちょっと今後あの改善していってほしいなと。私は個人的に思ってるんですけどね。まあ一応これがま実際のね日程になってます。で戻りますよ。で、まず初日1日目午前中がね。これ、私が担当してるんですけど。民法？ 法律ですこれが10時から12時でやっぱり1時間半の休憩挟んで今度ね1日目の午後が経済学これも2時間で2問で2日目の午前中が会計学これも2時間で2問で次なんですよここからよく見てくださいね2日目の午後から3日目の午後までが鑑定理論ですですまず2日目の午後と3日目の午前が共に論文論文になってます。ね、これはさっきお話をした こ,の鑑定論ねこれはあの不動産鑑定評価基準っていうねそういうものなんですけどこの基準を覚えて書くねそんなイメージで覚えておいてください。これが論文です。論文ねこの鑑定論ねいわゆる不動産鑑定評価基準っていうねこれあの不動産六法を見るとねなんか条文形式で上がってるんですけどねそれをまあ覚えるんですよ。覚えてんていうんですかねまあ昔で言うと切り張り今で言うとコピペ。 みたいな形でこうペタペタとこうつなぎ合わせるような感じ。したがって暗記が要求されます。この不動産鑑定評価基準の正確な暗記が要求されて、それを試すのがこの2日目の午後と3日目の午前の論文というふうに覚えておいてください。覚えます。覚えます。この鑑定論のね、この不動産鑑定評価基準っていうね、まあ、条文形式になっているんですけどね。ね、また機会があったら見ていただきたいんですけども、これを覚えて。 で、それを、まあ、使って書く、ね、そういう、これが論文です。で、三日目の午後、これは名前が変わります。同じ鑑定論なんですけど、演習って言って、これだけが電卓を使えるんですよ。で、これは一問です。この鑑定論の演習だけは一問です。ね。これを使って、ね、この電卓を使って、実際に金額を出すと。で、これ。なかなか最後までね。これ、制限時間、当然二時間なんですけど。 書きれれる人は少ないって言われてるんですね従いましてあの当然部分点ですね部分点でまあ採点が行われるということ、ね、こういうふうにあの言われてますんで,、ね、でそうしますとねこれ一回戻りますよ今申し上げましたけど「鑑定論」ね論文についてはこれ2問二問、ね、で演習については1問ってことでこの「鑑定論」ね300点中ですけども結局5問が 鑑定理論が占めているそういうことなんですね。だから非常に配点的にもね、あの本当に極めて重要な科目ってことが言えます。で、これもね、ちょっと今ここで申し上げておき,ないおきたいんですけども、ぜひ皆さんの中でね、今後この鑑定士の勉強をね、本気ね、本格的にやってみようっていうように考えていらっしゃる方。 当然ねやっぱりきちんとやっぱり予備講師と買って、まあ、できればねうちのレッグの講座ね利用していただきたいんですけども是非その時ですねまた講師の方から話があると思いますけどまずこの鑑定理論を得意科目にしてくださいですねさっきも言いましたけど結局担当式試験についてもそして2次の論文式試験についてもやっぱり鑑定理論が配点の半分を占めてるんですよ。 ですからさっきも言いましたけど鑑定士試験というのは言い換えれば鑑定理論の、ね、試験というふうに言えるんですね。従いましてやっぱりこの、ね、最重要科目であるこの鑑定理論を真っ先に攻略した方から最終合格してるんですよ。ね、要するに二次の論文試験に受かってるってこと。だから実際ね毎年うちからね論文式試験ねあの何人もの方ねあの多く受かっていかれてるんですけどそういう方たちに話を伺うとねやっぱりね 二次の論文を勝った方たち、皆さん口調を揃えてね、もう理論は何でも聞いてくださいって言いますね。こんな感じですよ。だけどこっち教養3科目になるとね、特に私が担当してる民法になると、いや先生聞かないでくださいとね、もうこちら教養3科目はね、まあほんまあ、ほどほどですと、まあ、何がほどほどか分かりませんけどね。 そんなにだから論文を受かった方でもこの教養三科目はそんなに得意な方ってそんなにいるわけじゃないですよだけど理論だけはね官邸論だけは特にこの二次の論文を書かった方間違いなく皆さん得意科目にしてます逆に言うとこの官邸論得意科目にしないと二次の論文まで行かないそういうことなんですよいいですねだからこれからね官邸論の勉強をやろうかなと思っている方はね ぜひこれはにとにかく理論から、ね、攻略する,攻略する、ね、でまたねあのうちの講座を利用していただければ、ね、講師の方からまたいろいろね事細かくいろんなねあのアドバイスとかさせていただきますけどもあのくれぐれもね他の科目からやろうとかね,ねとにかく他の科目片付けてから教養特に教養3科目片付けてから鑑定理論やろうとかねそういうのはもう完全にやるべき順序間違ってますんでね。 ぜひこれもねちょっとね勉強を始める前にぜひちょっと知っておいてください。とにかく理論を得意科目にすれば、ね、この2次の論文ですけども、ね、当然他に教養3科目これも民権科目もやんなきゃいけないんだけどこれをね理論さえ得意科目にすればあとは勢いで結構この科目なんとかなっちゃうんですよ。で私が見てきた限りではねとにかく理論を得意科目にするまず真っ先に得意科目にするそうするとその後ね 民会この教養3科目手をつけるわけですけども3科目おしなべて得意科目にならなくてもこの3科目のうちのとりあえず2科目ぐらいある程度目処がつけば大体受かっていかれます論文にそういうこと。ですね、だから今ね私自分ここで何回も強調しましたけど、ね、これから勉強を始めようって方はねとにかく理論鑑定理論がとにかく最重要だから。 ね、もちろん他のね教養用3科目って適当でいいよってことかじゃないんですよいい加減でいいよってことかじゃないねこれはねだけどやっぱり理論がとにかく一番重要で後からついてきますからとにかく理論さえ得意科目にすれば後ろからね教養用3科目はまだね本当ついてくるって感じなんですよ受かった形見てると、ね、あの後から始めても十分力つけられますからね焦る必要は全くない覚えておいてくださいであとね一点ねちょっとこれもね あのまあ、お話し,しておきたいのが特にこの二次の論文式試験になりますとこれこの合格基準一応ねこれも国交省がホームページでねあのはっきりと述べてるんですけど論文に関しては概ね6割が合格点これ実際例えば、ね、これ去年ですね2019年これ論文式試験ですけど合格点、ね、353点、ね、さっきも言いましたけどこれ600点満点。 でそのうちの昨年合格点353だから6割弱6割弱だからこの国交省の発表通りなんですけどこのコメントよ見てほしいんですよ。これ皆さんかかります何だか各試験科目ごとに一定の得点が必要ってことでこれいわゆる基準点って言われてます基準点、ね。まあ昔はね結構あの足切り点とか言ったんですけど今ちょっとそれ差別用語なんでねちょっとそれ言葉は使いませんけど、まあ、基準点。 これ国交省がは,はっきりと、この基準点の存在をね、認めてるんですよ。これ何かというとね。総合点で、ね、この、あの。総合点で、合格点、例えばさっきご覧いただいたように。三百五十三点、これ昨年ね、論文の合格点。総合点で三百五十三点に到達していても、例えばね、例えば。この四科目のうちの。 特定の科目例えば私が、ね、担当してる例えばこの民法でね極端に低い点数を取った場合は落ちちゃうんですよ落ちちゃうこういうのを基準点と呼んでます国交省がはっきりと認めてるんですよこれは気をつけておいてくださいね勉強するにあたってこの存在をしっかりと認識してほしいんですよこれをしっかりと認識しないで漫然と勉強をやってるとこれに引っかかる可能性が出てきますからいいですねいいですねだから 総合点で合格点を足していても特定の科目で低い点数を取っちゃうとこの基準点に引っかかって不合格になってしまうそういうことなんですよ。じゃあどうしたらいいどうしたらいいね。これ科目見てくださいね。4科目ある。四科目ある。だから基本的には4科目平均的にどこが出てもいいようにね。一応準備はするんですよ。準備はする。ねその上で ね、あえて申し上げますと理論は広く深くく深やってくださいこれ最重要だから広く深く深やるそれぐらいやらないと他の受験生に差をつけられません逆に自分が差をつけられてしまうやっぱり最重要科目でみんなが当然もう社人になって勉強するから、ね、でそれに対して残りの教養3科目民警ね、民警会これはとにかく基準点に引っかかなければいい。 ね、もちろん高得点取れりあ越したことはないけど、ね、でもとりあえずはとりあえずはね広く浅くやってどこが出ても大丈夫なようにね点数をコンスタントに取れるようにするこれで OK なんですよ共有参考のかあとは理論で稼いでくださいこれで受かっていくから短期間の勉強で、ね、これで受かっていくんですよこれでいいですねこのイメージしっかり思ってくださいねとにかく基準点がある特に臨時の論文ではねこの基準点で結構落ちる方いらっしゃいますんで。 ね、まだ正確なあのデータね揃えてないんであまり明確な数字は申し上げられませんけど結結構いらっしゃいます結構いいいいららっっっししゃゃまする、ね、これは知っといてくださいです、ね、だからねとにかくこの基準点に引っかからないように、ね、基本的には広く浅くやって、ね、まあ教養参考もかこれでもいいんだけどさらに鑑定理論は広く深く、ね、やるということで、ね、ぜひ論文式試験勉強する時にはねこれを意識しながらやっててください。 よでしょうかねであとですね随分、まあ、い,いろいろ喋ってきましたけどもしょちょっと戻りますねでご覧のねこういう試験制度になってるわけですけどもこれですねあと最終的にはですねこちらじゃあどうやって勉強したらいいんだよ、ね、この試験制度は分かった是非、ねまあ、レックのね、まあ、ちょっと最後このセ <laughs> コースのね宣伝になって恐縮なんですけども。 こちらこれもねこの同じパンフレットのえと22ページですね22ページねこちらぜひですねこれから初めて勉強する方ねこれは学者対象のコースなんですけどこの2021担当合格コースね全50回ねこれいっぱい入ってますねこれをぜひねあの利用なさってみてくださいとにかくまずはね一時の担当に受かるのがやっぱり先決です先決。 でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけどもこの1次のね担当式試験に受かりますとその後こちらですね2次の論文式試験これ3回受けられるんですよこれもこのパンフレット9ページに上がってるんですねこれは結構ねあのご存知の方もね多いんじゃないかなと思います。担当式試験合格者ね翌年翌々年の2年間この1次の担当式試験が免除されてこの2次の論文だけ受けられちゃうんですよ。例えばねこれちょっともうちょっとともう大きくししますよいしょ こ,こ,これ2021年来年ですね来年1時の担当に受かる,、ね、そ,うするそうすると当然ね来年2021年2次の論文を受けられるんですけど仮に不合格でもねその次の2022さらにはその翌年の2023年までねこれ論文を受けられるんですよ担当受けなくていい免除されますからそういうこと、ね、こういう免除制度があるよ、ね、こういうのも頭に入れといてください。 ただねこれ気をつけてほしいのがね時々これもあの生のガイダンスの時にご質問いただくんですけどこれ受け控えはできないんですよ受け控え。これどういうことかというと例えば2021年担当を受かってねで論文受けてダメだったねまあこれはいいんだけど論文受けなかったこの場合ですよ。そうするとねその後ね、3回受けられんのかというと違うよってことこれが受け控えできないよ。来年担当を受かって 論文受けなくても受けたってふうにカウントされちゃうんですよ。ね、これは知っておいてください。これが受け見解ができないそういうことなんですね。でもね、一回受かればね、その後ねじっくりと論文にね取り組むことができますから十分合格を狙うことができますよ。いいですね。これ知っておいてください。ね。でちょっと戻りますけども、だからその意味でもね、ちょっともう一回講座の方戻りますけども。 こちらですねまずは一時の担当これを確実にねやっぱり受かってほしい、ね、そのためにも是非ねこの担当合格コース、ね、この利用してみてください。ね、でこれねまず最初にこのインプットの講座が用意されてます合格基礎講座って言ってでこれ科目載ってないんですけどこれ当然2科目ですで理論が20回行政法規が14合わせて34回。ともに インプットですね。インプットの講座、これが合格基礎講座になってます。で、これが終わると続いて、もしもうちょっと聞きてましょうかね。この行政法規改正対策講座って言ってね、やっぱり行政法規法律なんでね、毎年ちょこちょこねあの改正があるんですよ。で、これは一回だけです。一回。これ一コマね、一回だからこれ一コマえっと二点五時間です。ね、これは行政法規ありますこれ。で、この後 今度総まとめ講座っていうのがあって、これ全8回になってますけど、これ内訳が。理論と行政法規でそれぞれ4回ずつです。で合わせて四回。合わせて八回,回。そういうことですね。総まとめってことで。ね、今まで勉強した知識。ね、これを総まとめする。そういうね、仕上げの講座です。で、その後。いよいよ。アウトプットに入ってきます。担当実践答練。当ね、これ要するに簡単に言うとね。あの。模擬試験です。模擬試験。ね、これ答練と呼んでますけど。担当実践。 もう名前が実践ということでレベルは本試験レベルと思ってくださいね。でこれも全六回ね。あの理論と行政法規それぞれ三回ずつね合わせて全六回そういうことです。で最後総仕上げこれが全日本担当公開模擬試験ねこれ一回だけです。一回ねここで実際にね自分がどれぐらい実力がついたのかねあのお数多くのね受験すの中で自分がどれくらいのね今レベルなのかこれはしっかりと把握していただく。でその後 本試験に、ね、臨んでいいいいただくというういううそ流れでですねいかがでしょう、ね、であとねもう今実はこの講座ねこのガイダンス収録してるのが今10月なんですけどもまあそうですね一応ですね皆さんの中でもっと時間取れるよ、ね、来年5月、ね、担当本試験までさらには来年の8月論文本試験までもっと勉強時間取れるよ方もいらっしゃるかと思います。 そういうい方はですねこの担当合格コースのみならずですねそうですね一応よいしょまた他にもあるんですけどこっちですねこれもこの同じパンフレット20ページ上がってるんですけどねこの担当だけじゃなくて、ね、この担当合格コースだけではなくて論文の方のコースこれは合わせたやつ担当プラス論文基礎コースっていうのがあるんですよ。こ、ね、ここ全回になってますけどこれ 担当と論文で論文の方もね基本的にインプットが中心でアウトプットの方はそんなにねちょっと消しますねそんなにね多くありませんけどね一応だから論文基礎コースっていうことこで、ね、もし皆さんの中でねいやもうちょっと勉強時間取れるよって方はねちょっと論文を睨んだねこの論文基礎コースまで、ね、受験なさるとねあの論文につながっていくかなそういうふうに思います。ね、ちょっっとこういういいのもねまたご覧になててみてください ちょっとね、これはもう、それぞれね、皆さんの置かれたね、状況等によりますんで。もうご自分で、ね、またちょっと、その辺は、お考えになっていただければと思います。一応以上です。ね、まあ、いろいろ、本当なんか、とりとんない話ばっかりしてきましたけどもね。まあ、本当にね、これから鑑定士やろうかなと思ってるね。皆さんのために、少しでもね、あのお役に立つね、情報が提供できていれば、幸いに思います。またね、もし疑問点等出てきましたら、あのレックのですね、あのコールセンターですね。 コールセンターの方にあのお電話いただければね。いろまた回答ね。あのお答えさせていただきますんでね。是非、あのレックはあの受験生のね。皆さんのために存在する会社ですので、是非思う存分使って使って使いまくって、そしてご自分のね。手に入れたい資格ね。まあとりあえずこの今回で言えば、も鑑定士ねの資格を手に入れていただければ幸いに思います。じゃ、以上で終わります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。